アレクサンドル・ゲオールギエビチ・ミハイロフは、ソビート連邦の指揮者。モスクワ近郊トロイツクの生まれ。1961年に、レニングラード音楽院を卒業したが、在学中の1959年よりペトロザボーツクの劇場の指揮者を務めていた。その後モスクワ音楽院のレオ・ギンズブルクのもとで、研鑽を積み、 1962年から1967年まで、モスクワのオペレッタ劇場の指揮者を務めた。1970年からオデッサで指揮活動をし、1973年から翌年にかけて、キューバの公共楽団の音楽顧問の任に当たった。1974年から翌年まで、ソビエト連邦金管合詞相談の指揮者を務め、1980年から1990年まで、 モスクワ国立音楽ホールのコンサート指揮者となった。1991年からオスタン期の放送交響楽団の指揮者を務め、亡くなるまでこのオーケストラの育成に努めた。モスクワにて交通事故死。2020年4月6日閲覧。ヤンデックス。2014年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月6日閲覧。 ラフマニノフインタープリテッドバイカナディアン。ザ・モスクワタイムズ。オリジナルの2016年3月2日、時点におけるアーカイブ。https スラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ201603020546577スラッシュ httpwww.tmoscoutimes.com サイトマップフリー19966 アーティクルラフマニノフインタープリテッドバイカナディアン323050 HTML 2020年4月6日閲覧ありがとうございます